ともけチャンネル。元気ですか？どうもけです。今日も英熟語を勉強していきましょう。今日の英熟語は軍前置詞と呼ばれるものです。軍前置詞は前置詞に名詞や他の前置詞と一緒に合体した熟語ですね。今回は明日を使った軍前置詞を覚えていきましょう。まず一つ目、 as a result of。 as a result of で、リザルトの意味わかりますか？結果ですね。 as a result of で、何々の結果としてという意味になります。 as a result of 何々の結果として、この as a result of を使って英作文してみましょう。例えば、As a result of the virus, a lot of people died. そのウイルスのせいでたくさんの人が死んだよ。もしくは、As a result of his efforts, he passed the entrance exam. 彼の努力の結果、彼は入学試験に受かったよという意味になります。はい、次、As compared with。Compare は動詞ですよね。動詞でどういう意味かというと、比較する。 As compared with なので、何々と比較して、何々と比べてという意味になります。例えば、 The expenses as compared with 10 years ago have doubled。 10年前と比べてその費用は10倍に膨れ上がっているという意味になります。他にも、 The tax as compared with last year have doubled。 去年と比べてその税金は2倍になったよという意味になります。はい、3つ目、 As of です。 As of、 of も前置詞ですよね。 of は何々のという意味でした。 As と of 一緒に使うとどういう意味になるか、何々の時点でという意味になります。例えば、 The agreement will be effective as of May 5th。 その協定は5月2日の時点で有効になりますという意味になります。他にも、 The law will be effective as of May 3rd。 その法律は5月3日の時点で有効になるという意味になります。これで今日の授業終わります。また見てね。